おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。金曜日はですね、今年初めての、朝のビジネス英語勉強会になります。今日も横浜なんですけれども、まだちょっと月が出てますね。わかりましたでしょうか。今日のテーマ、今年金曜日一発目のテーマは、女性研究者のお話ですね。アメリカの、カルテックカリフォルニア、技術大学でしょうか、そこの、フランシス・アーノルドというアメリカで最も、称賛されている、評価されている女性の研究者の話なんですけれども、初めて、原子炉を商業化した研究者を父に持って、素晴らしい業績を上げてこられているんですけれども、その方もいろいろな、その地にたどり着くまでにいろいろな、障害などがあってそこまで来たわけですけれども、他の女性研究者たちに、自分と同じような、その哲学を持って進んでいけと、いろいろ悩んだりせずに、もし自分がこう科学者であれば問題を明確にして、それをしっかりと、その問題を解いていって進んでいくことが最善である、いろいろ悩んでも仕方がないということでおっしゃっているんですけど、他の女性研究者は、全ての、もちろんその研究者、他の研究者がその、フランシス・アーノルドっていう女性の研究者のその哲学に合意というか納得しているわけではないということで、いろんな立場や状況、性格があって、いろんな問題に苦しんでいるということですね。そのことに関して今日は、女性ばかりですので、その現在いろんな仕事に就かれているんですけれども、その頃の苦しみですとか社会的な、状況など、ご自身たちの経験を踏まえていろいろお話ししてもらえればと思っています。それでは、今年も1年よろしくお願いします。皆さん頑張っていきましょう。